もうあんたにはついていけねえよ。中田英寿が嫌われたまま引退した裏側に隠された真相とは。29歳という若さでプロサッカー選手の人生に幕を閉じた天才中田英寿選手。世界のトッププレーヤーとして活躍していた中での引退に驚いた人も多かったのではないでしょうか。そんな中田選手は日本代表でチームメイトや監督とたびたび衝突し、秀は嫌われているのではないかと話題となっていました。今回は中田選手が嫌われたまま引退した理由、またその要因となった彼の性格について学生時代に遡りながら紹介していきます。中には意外な一面や驚くべき裏側がありましたので、ぜひ最後までご覧ください。中田英寿の学生時代と性格。中田選手は小学3年生の時に北進サッカースポーツ少年団に入団しサッカーを始めました。当初は周りの子に比べて抜きんでた存在ではなかったそうです。中田選手は若くして才能を開花させた天才というイメージがあるかもしれませんが、サッカーを始めた当初は秀でた才能を持っていたわけではないようです。その代わりに体力や気迫、負けず嫌いは他の子と比べ物にならないものがあったようです。中学校は甲府市立北中学校に入学しました。中学時代にはちょっと変わったエピソードもありました。グラウンドで同じような強さのボールを何度も蹴っていた中田選手、チームメイトがどんな練習なのか聞いてみると、どの足の指で蹴るかによってボールの強さ、速さが変わるため、それを体に覚えさせていると語ったそうです。中学生でここまで事細かに疑問を持ちながら練習をしているところに中田選手のこだわりの強さを感じますね。地道な努力を重ねていった中田選手は中学3年生の時に15歳以下日本代表に選ばれました。その後もアンダー16アジアユースで世界への第一歩を踏み出して以降は全ての年代別日本代表に選出され、年代別の世界大会であるアンダー17世界選手権、アンダー19アジアユース、ワールドユース、オリンピックには全て飛び級で出場しました。この頃の中田選手はサッカーの実力はもちろんのこと、人間力という部分でも周りから一目置かれる存在だったようです。中田選手は当時の J リーグ12チームのうちヴェルディ川崎を除く全ての球団から勧誘がありました。プロの球団に入るのだから就職活動として9日間の休みを欲しいと願い出ました。入団希望チームをアントラーズ、フリューゲルス、ベルマーレ、マリノスに絞り、アントラーズはすでに見学しているため残りの3チームを1チームあたり3日間費やして見てみたいと言ったそうです。なぜ3日間なのかと当時のコーチが聞くと、チームの実情を把握するには1日では足りない、最低3日間は練習しないと決めることはできないと答えたそう。高校生でここまで自分の進路に対して冷静に分析し教師に要望を伝えることができる生徒はほとんどいないのではないでしょうか。どんな立場の人に対しても臆することなく自分の意見をぶつけることのできる芯の強い選手だったようですね。日本代表での活躍と嫌われた中田英寿。多くの世代別日本代表で活躍した中田選手は1997年韓国との親善試合でフル代表に初招集され先発デビューを飾りました。2006年ドイツワールドカップ出場を目指していた日本代表は2004年3月31日に敵地でワールドカップアジア一次予選シンガポール戦に臨み2対1で勝利しました。高原直弘のゴールで先制するも追いつかれ、終盤の後半37分に藤田俊也の決勝弾で競り勝ちました。その試合後にイタリア一部ボローニャに所属していたエースの中田英寿はロッカールームでイレブンを罵倒しました。当時のチームスタッフやイレブンの話によると、中田選手はロッカーに戻ると、集中力がない、もう一回同じ試合をしたら次はない、ワールドカップがないんだぞとチームメイトに怒声を浴びせたといいます。その後日本サッカー協会の川淵三郎キャプテンが勝ってよかったなどと選手をねぎらいましたが、エースはキャプテンは慰めで言っているだけ、もう一度やり直そう、最後までやらないとなどと聞き迫る表情で激しく訴え、選手個人への痛烈なダメ出しもあったといいます。その試合は確かに不甲斐ない試合内容でした。気温30度を超える暑さもあってか動きに精細を欠いてシュートミスを連発する場面もありました。特にスタミナを消耗した後半はプレースピードも低下し、
何度も決定機を作られるなどピンチの連続でした。なんとかしのぎきって勝利したものの、ジーコ監督も不満げな様子でした。中田選手の怒りは当然と言えますが、実は全てが計算された行動のようです。当時のスタッフは、2003年ルーマニア遠征くらいから選手たちに厳しいことを言うようになっているんだけど、今回は激しかったね。ヒデはあえて嫌われ者になろうとしている。トルシエ監督がそうだったように、自分が嫌われ役になることでチームを結束させようとしているそうだと明かしました。2002年日韓ワールドカップに臨んだ日本代表は、過激な言動で知られるトルシエ監督への反発心からイレブンは結束を深めました。ある時は選手だけで対策を練り直し、不安視されていた守備対応も指揮官の指示を臨機応変に変更しました。その結果、日本代表は1次リーグを突破し、初のベスト16入りを果たしました。中田選手はドイツワールドカップに向けて、自身がトルシエ役になってチームの一体感を高めようとしたわけですね。中田選手は同戦後に、本当は選手個人が予選の厳しさに気づかないといけない、僕の経験を伝えようとも思うけれど、一人一人が変わらないと伝わらないと話していましたが、ある選手は、ヒデさんは言い過ぎだよ、言ってることはごもっともだけど、あれじゃやる気をなくす選手が出てくる、ついていけないなどと反発するイレブンは多かったようです。日本代表はアジア予選を勝ち抜き、ドイツワールドカップに出場したものの、嫌われ役を務めた中田がチーム内で浮いた存在となり、見せ場なく1次リーグで敗退し、中田選手は引退することになりました。チームの嫌われ役を担ったにもかかわらず、そのことを一切口にせず引退したことに、中田選手の信念や人格が現れているように思われます。まとめ、学生時代から自分の中にある信念を曲げずに主張できる人格者だった中田選手。そんな性格の彼だからこそ、日本代表の勝利のために自分が嫌われ役になるという選択をしたのではないでしょうか。今回は中田選手が嫌われたまま引退した理由、またその要因となった彼の性格について、学生時代に遡りながら紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。